巻のうどんは、福岡県福岡地方及び、佐賀県、長崎県で展開されているうどんのチェーン店である。通称、巻の、マッキーなど。なお、正確には、釜揚げ巻のうどんである。2018年時点で、福岡県と佐賀県の国道沿いに18店舗展開している。巻のうどんの巻とは、福岡県糸島郡前原町カフリにある地名である。 巻きのうどんの前身となる店舗が開店した際、地元の人間から、僕にあるうどん屋ということで、巻きのうどんと呼ばれるようになり、それがそのまま店舗名となって、現在に至っている。巻きのうどんの肉うどん。左手奥に見えるやかんに、追加のスープが入っている。博多のうどんは、麺にしがなく柔らかい。巻きのうどんはさらに製法が特殊なため、麺が出汁をどんどん吸い込んで伸び、 ゆっくり食べていると見かけの麺の量が増えてしまう。したがって食べても食べてもなくならない魔法のうどんとも言われ、薪のうどんでは小さな夜間に入った継ぎ足し用のスープが注文の品と一緒に出てくる。スープのおかわりは自由である。一般的なうどん店とは異なり、薪のうどんは製麺所に併設されたうどん店である。カウンターの中の調理場では、 自動麺切り器と茹で釜がベルトコンベアーでつながれ、どんどん麺が送り込まれている。さらに、一般的なうどんの麺切りゆでぬめりとりとしめざるに揚げ、再加熱出しかけの工程のうち、ぬめりとりとしめざるに揚げ再加熱を省いていることが、同点の一番の特徴である。つまり、薪のうどんのかけうどんは、釜かけうどんと同じである。これが元で省力化、時短化に基づく、 コスト圧縮が図られているのだが、一度も水で、湿められていない麺は時間とともにどんどんふやけてくるため、食べても食べてもなくならない原因ともなっている。注文時には、各テーブルに置いてある伝票に定員か、客自らが赤鉛筆で正の字を書くが、この時に麺の硬さは、片麺、中麺、柔麺から選べる。食べても食べてもなくならないのを嫌う方は、 片面を注文すると比較的蒸気の減少を防ぐことができる。スープは少し塩気が効いた鰹節やウルメイワシ節、サバ節と利リ尻リ昆布ベースで大量に使用する昆布は利尻リリ昆布の生産量の約7%を薪のうどんで消費している。各テーブルに置いてあるネギは入れ放題で博多ラーメンのような替え玉システムも存在する。肉うどんの牛肉は 九州独特のすき焼き風の甘い味付けなのも特徴。また、うどん生、スープのほか、かしわ飯、キムチなどの持ち帰りメニューもある。出汁を取るのに用いられた昆布及び鰹節は、佃に、ふりかけとして販売されているほか、持ち帰り用昆布などとして0時近くに置いてあることも、ある。出汁は1箇所でまとめて作られていて、毎日各支店に配送されている。 支店が主要幹線道路沿いに隣接しているのは、そのせいもあるようで、交通機関の発達とともに、支店も遠方に作られるようになった。しかしすでに配送できる距離も限界であり、人材不足による閉店の要因にもなっている。仮に、地価の高い東京都内に出店しようとすれば、工場設置も含めて一杯あたり2000円以上のコストがかかり、採算に合わないとされている。 牧のうどんすじん時点巻のうどんの意見当初用紙の裏面に店舗一覧がある。製麺所がある本店からワゴン車で1時間半で行ける範囲に出店しているため国道202号沿いに店舗が多い傾向がある。釜揚げ牧のうどんに関するカテゴリーありがとうございます。